はい、新宿駅前ご通行中の皆さん、こんばんは。こんばんは。お騒がせしてます、君の会と言います。ここで政治的なこと、まあ、言いたいことを言わせていただいてるんですけど、今日は久しぶりに森友学園がなんか国会で賑やかになってるんで、ちょっとお勉強してきて、財務省が例の決算書に付随する意見書のようなものを書き換えたという問題で、野党の方々が大変騒いでますけど、あれ財務省は書き換える前の文章と書き換えた後の文章っていうのを、全部PDF で公開してまして、全部で82ページ、今そこにカバンの中に入ってるんですけど、途中までっていうかほとんど目を通すだけは読みました。感想としては、おおむねネットで評論家の皆さんがおっしゃってる通りだと思います。で、国会でも自民党の議員さんとかが言われているように、書き換える前の文章を全部出されたところで、自由民主党としては、政府としては、何にも関与してませんよ、何一つ政府が関与したよっていう証拠は出てませんし、まあ、実際関与してないんですけど、そんな小さなこといちいち財務大臣だりね、総理大臣が口聞くわけないんで、今日はそもそもね、なんで籠池さんっていう今補助金詐欺で逮捕拘留されているような人たちが学校を経営できているのか、まあ幼稚園ですけどね、経営できてたのか、そしてその幼稚園で今逮捕拘留されてますけど、一体どんなことが行われてたのか、そしてなぜそんな逮捕拘留されるような人が新たに小学校の運営に乗り出せるような認可が取れたのか、その辺がちょっと不思議だなと思って、そんなに真剣にやったわけじゃなくて、ちょこちょこっと暇つぶしでいろんなところを漁ってみたんですけど、出てくるのが維新の関係者ね。まず大阪府で私学審議会っていうのが府知事の元で行われます。そこで審査して、この人たちが学校運営に関与していいですよと、学校を運営していいですよっていう許可がないと森友学園っていうのは作れないんですよ。水尾の国小学校ですか、名前は何でもいいんですけど、彼が小学校を経営するにあたって大阪府の認可が必要なんですね。で、面白いことに大阪府だけじゃないんですけど、小学校の経営を認可するためにはまず土地を持っていかなきゃいけない、そして自己資金が 75% 以上で学校を建てなきゃいけない。まあ大まかに言うと経済的にはそういった縛りがあるんですけど、ちょっと待ってください、籠池さん土地持ってませんよね。籠を持ってな、土地持ってなくて、要は学校を開きたいから土地を売ってくれと、土地を売ってくれと財務省と相談して、そして最初は財務省は9億円って金額を譲りませんでした。9億円で売りたいよと、よく左翼の方々が音大が買いに来た時に、なんで売らなかったんだ、あれは7億いくらだったんですかね、8億弱の金額を提示したと思うんですけど、その頃は財務省まだ強気ですから、中にゴミが埋まってるとか何にも知らない状態ですからね、強気で9億で売れると、そう踏んでたんですね。で、9億で売りたいと、で籠池さんが来た、いや籠池さんは買う金はないよと、9億円も、じゃあ10年間貸してくれと、毎年1億数千万円払いますと。で、10年間借りた後に、じゃあその10年間お金を真面目に払い続けたら格安で土地をお売りしましょうと、そういう話ができたんですけど、これ年間1億ですけど、10年間やると約10億円ですよね。あれを要は財務省が欲しがっている9億円はクリアするわけで、でまた手続きで名義を変えたりなんかするのに、まあ
丸切りただっていうわけにはならないと思うんですよね。何かしらのお金を取ると思うんです。そういう話が進んでて、じゃあ籠池さんが試掘をしましょう、土地の掘ってみたらゴミが出てきましたと。でまたこのゴミもね、業者が籠池さんに言われてちょっと鉛筆なめなめして嘘ついちゃった。3メーターぐらいのところで出てたのに、3メーターより深いところからゴミが出たことにして、平均して 3.8 メーターのところからゴミが出ましたと。それでその処分台ですね、参拝の処分台、そしてその周りの汚染土、当然あのゴミが埋まって有害なゴミがあればその周りのゴミも汚染されてますから、搬出して土を入れ替えるなり、そういった工事が必要になります。それにかかる費用が9億円、約9億円ということで、その金額を見積もって財務省では貸し担保責任特約と言いますけど、これ以上ゴミが出てきても売り主としてはもう責任を取りませんよと、この金額で売ります、でこれ以上ゴミが出てきても処分代はあなたが負担してください。これね、今から想像できるよりもゴミが多く出ても売り主としては関係ありませんよっていう契約を結んだのが貸し担保特約と言われるものですね。それで8億4000万円ほど値引きをしました。これもゴミの処分代が9億円以上かかるって言われてますから、まあ、これはあの後に嘘だったことがバレるんですけど、まあ、でもその時点で財務省は9億かかると思ってますから、それで8億4000万円の値引きでまとめたんなら、まだ財務省は黒字ですよね、もともとの考えた点よりも。でまた今回の隠された、要は書き換えられた文書の中身っていうのを、まあ、ざーっと読んでみると書いてあることが、その籠池さんと交渉に当たった財務省の役人さんの泣き言です。こんなこと言われました、こんなもん出されました、こんな人連れてきました、こんな人知り合いにいるんだぞって言われました、名刺もこんなの持ってきました。まあヤクザみたいなもんですよ、籠池さんのやってることは半分脅かしですね。まあ、それでもあの財務省の役人さん、ゴミが出てくるまでは頑張って突っぱねて一切言うこと聞かないで値引き交渉にも応じないでやったんですけど、ゴミが出てきたっていう段階で何かしらね、弱気になっちゃったんですがね、やっぱあの財務省といえどもね、あの学歴エリートの方ですよね、学校いい学校出て、多分あの社会の荒波っていうのも知らないでいい学校出て、ね、あの勉強よくできる子が偉いね偉いねって褒められて、そしてあの法学部出て役所の中の役所って言われる財務省に就職して、これやったとも思ってるような、そういうあのどっちかっていうと温室育ちの方ですから、籠池さんみたいなごろつきまがいの人がちょっとね、筋門の人の名前とか政治家の名前だとか、そういう人出してね、俺のバッグにはこういう人たちがついてんだよみたいな話をして、しかも今度ゴミまで出てきた、どうしてくれるんだと。でしまいには学校開校間に合わねえぞと、間に合わなかったら損害賠償もんだよな、そこまで言われて財務省ももう分かったと、金は負けるからもうガタガタ言うなと。これで結んだのが今回の土地売買契約です。でそれで、ね、よく反対家の人たちは内閣総辞職とか財務大臣辞職しろとかバカだろって話なんですけど、内閣総理大臣だとか財務大臣ってのは、まあ、財務大臣は違いますけど、内閣総理大臣ってのは選挙でね、参議院選挙、衆議院選挙で私たちが選んだもんですよね。衆議院選挙で各政党が代表を立てて、まあ、政策やなんか公約を出しますけど、私たちが政権を取ったり過半数を取ればこの人は総理大臣になるんですよっていう顔を立てて行う選挙ですから、その場合ね、その中で自民党が選ばれて安倍さんが総理大臣になったわけです。その安倍さんが任命した財務大臣を役所の公務員が文書を書き換えて、それがバレちゃったから責任取ってクビにしろなんて
馬鹿げてると思いません？どんな会社だって一回の社員が文章をちょこっと書き換えたぐらいで取締役首飛びますかね。ましてあの普通の会社と違ってこれあの国の政治家ですからね。公務員が自爆テロを起こして政治家の首取れるなんてことがあっちゃいけないんですよ。そんなの民主主義じゃなくなっちゃうじゃないですか。公務員が自爆覚悟でねみちょんぼやって、いややっちゃいけないことやらかして、それを自分でばらして、ほら大臣責任取れよ、ほら大臣コロコロ変えるんですか。バカじゃないのあっちゃいけないですよね。でまあそんな感じで、あの森友学園の件はあの野党の皆さんおっしゃってるようなことはまずないので、あの内閣支持率下がったようですけど、あまり気にせずにあのこれからもあの応援していきたいなと個人的には思うんですけど、であの最後にちょこっとあの今までね、あの俗に言うあの安倍さんに反対してる人たちを批判してたんですけど、ちょっと趣向を変えて違う人も批判してみようかなと思って、日本維新の会っていう政党があるんですけど、そこの、女性議員がこの間参議院の本会議ですかね、予算委員会に出席しない野党5党ですか6党ですか、彼らを本会議で発言させるなと、国会ですよね、日本の言論の府ですよね、日本の法律作ってるところですよね。感情的には分かるんですよ、委員会出てこないでねガタガタ言って、そんなやつがね本会議で偉そうに発言してるの確かに気分悪いでしょ。でもね、立法府の人間が何の法的根拠もなく他人の発言を塞ぐってのはどうなんですかね。おかしくないですかね。それも法的根拠がないだけじゃなく、事前に決まってたわけじゃない、事後法ですよ。後から気に入らねえから喋んなって言うんですよ。初めっから出てこなきゃ喋らせないぞって言ってたらまだわかりますよ。出てこねえから喋らさねえぞって後から言われても困りますよね。俺はね、物事は正しいとか間違ってるとかの前に、まずあの国会のルールっていうものをちゃんと勉強してから国会に出てきてほしいなと。あの一部 SNS ではそうだそうだなんて言ってる人もいっぱいいましたけど、ちょっとあの履き違えてんじゃねえかなと思ったので、俺だけ言わさせていただきます。ありがとうございました。